い、皆さんこんにちは。今回はですね開けないでね取っておいたロボット魂のサーバイ、開封していきたいと思います。はい、なぜ今さらねロボット魂のサーバイなのかと言いますと、まあマックスファクトリーさんからですね、出るということと、そしてね、本日は2021年の3月6日なんですかね、3月5日のね、私のサブチャンネルでね、ダンバインしておりましてね、ダンバインのゲームですね、しておりまして、それのね、コメントで、バンダイからサーバイン出ますよということでね、HDAB でね、多分発売されるんだと思いますけどね、詳細は3月8日月曜日ということでね、はい、なんか話題になっておりましたね。じゃあ持ってるのを出してみましょうかということでね開けております。テープでは持ってないですかね。はい、早速ね開けてまいりたいと思います。はい、まあね、ダンバインはね開けて、ね、飾ってるんですけど、サーバインも箱のまま取ってましたね。かっこいいですね。50の剣っていうのあるんですよね。それっぽいですね。はい。わからない方はね、サブチャンネルのゲームを見ていただければわかると思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、説明書みたいなね。はい、かなりね、なんか出来がよろしいような気もしますね。はい、関節が何かこう長い感じがするんですけどね。取れましたね。そこ取れるんです。飛んできました。ポージングシュートがね、ボールジョイントついておりますのでね。ちょっとこう。こんな感じにしたいですよね、肩の位置ね。はい、ならないかなこんな感じにしたいんですけどね。はい、ちょっと無理やりしておきましょうか。はい、取れますね。ポージング難しいですねこれね。はい、まあ普通にやれば大丈夫なんですけどね、気に入ったというかね、私の好きなスタイルであるこんな、なんか撫で方っぽく見えるんでね。はい、まあ、ここら辺もねちょっとつけていこうかなと思います。はい、ちっちゃい羽が2枚と大きな羽が2枚ですね。はい、よっ、粉っぽいのがいっぱい落ちますね。はい、シャッターね。はい、そして剣の鞘ですね。ハンドパーツがね、ついてるのも含めて計6個ついております。平手、左右、はい、爪もちゃ長い感じしますそしてなんかポーズされた左手ですね、これね。はい、で剣を握るための右手みたいなのついてますね。では、ね、説明書を紙が決まってますね。はい、こんな感じでね、書いてるみたいです。気になる方はね、一時停止していただいて、ね、塗装前のやつなんでしょうね。これもかっこいいですね。はい、裏は白いですね。剣のつかが外れると、こんな感じで。逃げ出せるということですね。はい。
彼女の鞘に入りますよということですね。はいはい、ここのボール破損に注意って書いてますね。どっち、内側がこのねボール入るところあるんですよね。やったって内側が短い方の羽はいはい、よっこいしょ、結構カチカチですね、はい、破損に注意と書きますわね。バインって言うとね、バイン系のやつですね。羽がついたの定番ですから。つけとかなんて言うんですね、はい。こんな感じでいいですかね。はい、そして、鞘がここにね、ボール状に立って、ね、つきますよということですね。こんな感じですね。まあ。かっこいいんじゃないですか、はい、そしてコックピットハッチはね開きますと、上から開けてくださいねということで、こんな感じですね。で、下に開くということで、ね、中に OVA 版の主人公が乗ってるんでしょうけど、ちょっとね一色で乗ってて あんまり見えないですね、はい、こんな感じになっております。はい、乗り降りするの大変そうなコックピットですけどね。まあ動かすのは、まあ、ロボット魂なんで、ね、それほど大変ではないと思うんですがね、まあ、サーバインのこの衣装をね、形とかでね、かなり制限されてる部分があるんで、ね、あのプラモデルだとね、ガスガス削ってじゃあ改造しようかってなるんですけど、さすがにロボット魂だとねちょっとはばかれますのでね、バンダイさんからね HGAB のサーバーが今度発売、まあ、いつされるのかねちょっとわかんないですけどね、3月8日に、発表されるんではないかと、詳細発表されるんではないかということなんでね、皆さんもねプレミアムバンダイで発売ということでね、皆さんもチェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、見ると顔とかね結構いい作りしてますけどもね、はい、見えますかね、こんな感じでね、はい、私コックピットハッチが開くやつは開けたまま飾ったりするんで、よくホコリが中に溜まるんですけどねこう開けたままねこうやってるとなんか待機状態みたいな感じでね、こんな感じで、はい、かっこいいかなと、まあ、入って言ってもね上から見てたら分かんないでしょう、まあ、こんな感じでね、こんな感じでねやってるとかっこいいかなと思うんですけどもね、はい、いかがでしょうか。感じにしましょうか、サムネね、はい、いかがですか。これロボット魂もね、定価が9000円か8000円か1万円ぐらい、まあしてたような気がします。だいぶ前に買ったやつなんでね、あんま覚えてないんですけどもね、はい、そしてね、私ね、ストックとかも買うの好きなんでね、3体買ったんですけどね、友人がね欲しいって言ってね、2体差し上げましたんでね、はい、残りこれしかないんですね、はい、まあこれはまあ私机のね上に飾っとこうかなという感じがいたします。はい、一回手でぐるっと回してみましょうか。こんな感じです。まああのねレビューとかねされてる方多いんで、ね、今から私がする必要もないかなと思ったんですけどね、今回プレミアムバンダイさんからサーバーに発売されると、はい、せっかくなんで、宣伝みたいなねしとこうかなって、そんな感じでございます
それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしければね、サブチャンネルもいたしております。サブチャンネルでね、先ほど言いましたダンバイン聖戦士伝説というのね、シミュレーションゲームのゲーム実況やっておりますので、サーバイももちろん出てきますのでね、そちらの方も見ていただけたらと。多分この動画出した日ですね、3月6日に最終回を迎えるんではないかと思いますので、ぜひね最初から見ていただきたいと思います。こんな感じで、はい、じゃあグッドボタンよろしくお願いいたします。それではさようなら。